お疲れ様です。4月18日朝6時の相場解説です。今週はですね、上昇圧力があるよっていうことで、お話しているんですけども、まあ昨日も上昇しましたしね、今日はそれに引き続いてブレイクの途中ではないかなっていうことになります。まず上昇の確認ですけども、今見ていただいている日足っていうのが、まあまさにね、ずっと上昇しているよねってことで、チャンネルラインがこのように引きます。でそうなるとそろそろ一旦落ちるのかなと思いますけども、この予兆もですね、本日の1時間軸に出てますので後ほど説明します。じゃあ次は4時間ですね。4時間はですね、もう本当にアセンディングトライアングルそのまんまですよ。こういう風にねできていて、1個目が突き破れずに、2個目が突き破れずに、3回目でブレイクしたっていう風に見ればいいんじゃないかなと思います。でこのブレイクがどこまで伸びていくかってことが今日見るところですけども、1時間軸これは見分けるのが非常に簡単でですね、まずね、ここで折れ曲がってるでしょ。で下から突き上げていく流れがあるでしょ。で一旦落ちてどこまで行くのか分かりませんけども、おそらくこの移動平均線に絡んでからだと思いますけども、上の方に立ち上がっていきます。その時にこのネックラインを、このネックラインを超えていけばブレイク完成で、 N 字で上に抜けていきますんで、またバイで取っていけばいいと思いますし、そうでなくて下に跳ね返るようでしたら、まあレンジを考えないといけないかなと思いますよね。レンジ一番最初に思いつくのがここです。ここですね。あの20数ピップスしかない上下のレンジなんで、これはまたねブレイク狙いってことになりますけども、そうでなければもうちょっと大きめのこちらの方のね、陰線陽線の束があるでしょ。でこの辺に形作っていくっていう方法があります。こうなると50ピップスぐらいの上下なんで、まあまあブレイク狙いではあるんですけども、ちょっとねレンジ内でも儲けることができるかなってことです。ただ実際はね、やっぱここでしょうね、ブレイク狙いのこれですよ、この薄いレンジで、これが上に抜けて N を書くのか、それともレンジを維持して新しい価格帯を作っていくのかってことだと思います。ということで本日も見ていきましょう。お疲れ様です。